ヘルマン・シュタウディンガーはドイツの科学者。専門は有機化学及び高分子化学。多岐にわたる高分子研究の業績により、1953年にノーベル科学賞を受賞した。1881年3月23日、ラインラントプ・ファルツ州ボルムスに生まれる。父のフランツ・シュタウディンガーは、ギムナジウムの哲学教授で、新カント派に属していた。 ギムナジウムに進んだヘルマンは植物学に興味を持っていたが大学では科学を専攻し1903年にハレ大学で学位を取得してストラスブール大学の女子となった。なお、ハレの他にミュンヘン大学、ダルムシュタット大学でも学んでいる。1905年にジュフェニルケテニアイソブレンの合成方法を発見し1908年に カールスルーエ大学の学院外教授に就任した。1910年にバスフにてイソプレの合成に成功。1912年中立飛行科大学の教授となる。当時のヘルマンは宗教的社会主義運動に参加しており、1917年には戦争に反対する立場から徴兵を拒否するため、スイス国籍の取得を申請し、ドイツ総領事館に却下された。 1919年にもスイスとの二重国籍を再び申請し、翌年スイスから許可が下りるもドイツ政府に拒否されている。ゴムに関する研究からヒントを得て1920年に公文子や重合といった概念を論文で提唱したが、当初は異端的な説とみなされていた。1926年にハインリッヒ・ビーランとの公認として、 フライブルク大学の教授となる。そして1930年には分子量と年度の関係を示すシュタウディンガーの式を同出している。1933年にはナチ党の権力掌握があり、フライブルク大学の学長にはナチ党に近いマルティン・ハイデッカーが就任した。かねてからシュタウディンガーの思想を好ましく思っていなかったハイデッカーはシュタウディンガーを フライブルク警察に告発するとともに、学内での調査も開始した。ゲシタポは、シュテルンハイム作戦の暗号名の下、極秘に調査を開始した。1934年1月に、ゲシタポは、シュタウディンガーの告発が可能であるという結論に達し、ハイデッカーも同様の報告書を提出した。2月17日にシュタウディンガーは、バーデン州文部省によって、関門を受けた。 バーデン州文部省は、シュタウディンガーの会食を求める報告書を提出したが、ここに来て、世界的名声を持つ彼の会食が、外国からの批判を受けるのではないかという認識が、広まった。国務省は、バーデン州文部省の訴えを却下し、州文部省はシュタウディンガーが、辞職願いを出すということでメンツを保とうとした。シュタウディンガーは不服ながらも、この辞職願いにサインし、 辞職願いは受理されたが、彼の行動が適切であれば発動しないという状態での解決が行われた。1934年10月6日、正式に辞職願いが却下され、シュタウディンガーは晴れて研究を続けることができるようになった。しかしナチ党の圧迫はその後も続き、公文史科学研究所設立の制限はたびたび却下され、外国出張も制限、禁止された。 1940年になってようやく、フライブルク大学に高分子科学研究所設置が認められ、高分子の研究に注力した。高分子の研究において、多岐にわたる業績により、1953年にノーベル化学賞を受賞した。1957年には、夫人と共に来日し、昭和天皇と面会している。 有機構成化学において多くの役割を果たしたが、主要な業績は高分子の分野である。高分子化学の創始者と言われ、ウォーレス・カロザースにも影響を与えたとされる。アジドとホスフィンからホスフィン意味度を得る、シュタウディンガー反応は、最初の報告者の一人であるシュタウディンガーにその名を、ちなむ。ありがとうございます。